手塚君手,塚手塚君よしおでありまますすよろししくお願いいたします、えー、今日で解除ということで、昨日私もこの質疑の準備をしていて、まあ、東京都の数字を聞いたときにです、ね、ちょっとペンが止まりました、ずっと一桁、一桁ついてきて、昨日はああいう数字が出ています、まあ、少し予定調和の中で、勢いがついて、あブレーキみたいな部分がなかったのではないか、まあ、これはあの総合的な判断をされたということでありますから、 答弁は求めませんが、一定の警鐘を鳴らしておきたいと、こんなふうに思います。その上でどうしても大臣から答弁いただきたいのは、給付金についてであります。10万円の定額給付金の申請をめぐって、各地で今、混乱が起きています。マイナンバーカードを使ったオンライン申請の受付を中止したというような自治体も出てきています。特に、持続化給付金については、5月1日に申請しても、いまだに申請不備の連絡がなく、 放置されているという事例もあるように聞いています月末が近づいてきていますこの給付金を事業継続の命座にしている企業も多いはずであります申請数やそれに対する給付実施率平均的な手続きの日数や今後の改善見直し等答弁を求めたいというふうに思います委員長。西村国務大臣 お答え申し上げますあの10万円の方の定額給付金につきましては、すべての市町村で郵送またはオンラインで手続きが解消されたというふうに聞いておりますし、4分の3以上で、 給付が始まった、といいううふうに聞いております、えー、ますたご指摘の持続化給付金でありますけれども、5月1日より申請受付を開始いたしまして、1週間後の8日から給付を開始しました。現時点で21日時点ですね、約40万件、約5000億円を超える現金をお届けをしております。えー、不備がなければ、ですね約2週間を目安というふうに経産大臣から伺っているところでありますが、ご指摘のように私のところにも、ですね5月1日に申請をしたけれども、まだ届かないんだと。 という声がありますどうも1日に申請が殺到したがゆえにです、ね、少し混乱があったようでありまして、この辺あたり、私からも経産省に要請をして、できるだけ早くです、ねえー、皆さんのお手元に届くように、支援を届くように、えー、対応していきたいというふうに考えております川君、はいえー、次にあの緊急事態宣言の解除に伴い、えー、各都道府県で休業要請の緩和が、えー、順次行われていく見込みでありますけれども。 過去にクラスターを出した、例えばライブハウスであったり、スポーツジムであったり会場、会場要請の対象になっていないところがいくつかございます。そういったことを仕事にされていたり、なりわいにされている方々にとっては、見通しが全くつかない状況だというふうに思いますし、こうした文化を守っていかなきゃいけないというような視点に立ってもです、ね、政府としても何らかの対応が必要だというふうに思います。 休業要請と補償というものはセットだという考え方、これにとってどうお考えなのか、ご答弁をいただきたいと思います西村国務大臣あの。ご指摘の業種、まさにライブハウス、スポーツジム、カラオケ。 こういった業種はですね、我々私たちの心の豊かさ、生活の豊かさにもつながりますし、日本の音楽文化を支えていただいている、あるいは健康増進につながる、そうした役割になっていただいていると思います。あのカラオケスポーツジムにつきましてはですね、今ガイドラインを作っていただいておりまして、今月中にはそれができればですね、来月から。 休業要請等を解除していくことが考えられると思います。またライブハウスは特に不特定多数の人が密集して大声を出すということでリスクが高いんでありますけれども、そういったことについてですね、業界団体と専門家によるさらなる検討場を検討の場を設けようというふうに考えております。こうした検討の後に一定の感染防止策が確保されればですね、6月の中下旬頃から。 休業要請等を解除していくということが考えられますし、また、こうした事業者が取り組むですね感染予防策について、持続化補助金の補助額をですね150万円から200万円に引き上げて、感染防止のための設備なども含めて、補助対象にして支援を強化することを考えております。いずれにしても、感染防止策を取っていただきながら、事業は継続していけるように、応援をしてまいりたいというふうに考えております手塚君。 引き続き緊張感を持ってご答えいただきますように要請して質問を終わります。ありがとうございました次に